この黄色い粘土をコロコロします。コロ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 丸めて、今日はねねちゃんと一緒に粘土遊びしてるよ。楽しもうね。これできたら、この綿棒を、綿棒っていうのかな、これでコロ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 って伸ばしてくよ。あのね、これで伸ばすことによってこの粘土がぺたんこになるんだって。やってみるよ。ほら、よいしょよいしょ、頑張って。ちょっと力がいるかもしれないけど、難しい子はお母さんやお父さんに手伝ってもらってね。できるかな、できるかな、よいしょよいしょ、できるかな、伸びるかな。ちょっと伸びてきたよ。頑張れ頑張れ。ほら、できたよ。見て見て、こんな感じに伸びたよ。これをねねちゃんと一緒に型抜きで抜いていこっかなーって思います。これがいいかな。これはなんだ、ピヨピヨピヨ、わかるかな。みんなはさ、粘土遊びとかするのかな。この粘土は手にくっつかないし、匂いも臭くないからおすすめだよ。こうやって型で抜いて、せーの、取れるかな、取れるかな、よいしょ。これで、あ、これ逆なのかな。これで周りをこの特製のヘビクンヘラで取ってっちゃおうかね。この方が早いかな。よいしょ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 、取れるかな、取れるかな。これで取れるんじゃないの。何かわかるかな、これみんな。そーっと取ってみるよ。あ、くっついてる。そーっとそーっと、みんなもそーっとやってみてね。できたよ。ほら、わかるかな。ピヨピヨピヨ、パタ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 。わかったかな。わかった人、正解は鳥さんでした。ピヨ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 、パタ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 、飛んでっちゃったね。じゃあ今日はこの粘土遊びはおしまい。ねねちゃんもみんなもバイバーイ。